YouTube からめちゃくちゃ嫌われそうだよね。俺たちって他の YouTuber がもっと何かを持ってないと YouTube の人見てますか、送ってこなくていいですよ通知。てかこの前なんか久しぶりにさ、なんかみんなで昔の話をしとったんだけど、やっぱ俺ら YouTube からめちゃくちゃ嫌われそうだよって話になって、この前さ、なんでかっていうと、みんなこう当たり前すぎて気づいてないと思うけど、俺たちって他の YouTuber がもっと何かを持ってないと思っちゃう。なんと思う？そう、ハテなんすよ。あれって聞いた話では100万とか超えた時にタテを欲しいですかっていう通知が来るらしいっちゃう。ポンって来てね、欲しいですって言ったら住所とかを入力してチャンネル名とか打ち込んだら届くらしいよ。俺ら一回もその通知来たことないけど、本来なら俺ら金のタテ3つと銀のタテ6つぐらいもらえるっちゃう。本来はそうよ、俺ら金のタテも銀のタテも めちゃくちゃもらえるんだよ。トータルで10個くらい持てるはずなのに、俺ら一回もその数字すら来たことないっちゃう。やばいや、普通に。そうで、俺らだって YouTube ファンフェスも呼ばれてないけどね。ちょっと YouTube のファンフェスって、ウームが開いとったっちゃけど、ウーム以外の YouTuber とかもなんかたくさん呼ばれとった。その時に100万人行ったフェスみたいな。ヒカキンが来たり、はじめ社長が来たり、フィッシャーが来たり、なんか超大御所全部呼ばれとった YouTube のファンフェス、俺ら呼ばれてないっちゃう。っていう話を久しぶりにした。楽しかった。いや別にまあ、くれんならくれんっていらんしな、盾も別に。やっぱこういう時いっぱいでかいこと言っとかな。別に盾とかいらん、いつでも取れるけん。大丈夫大丈夫。俺たちグループはいくらでも盾取れるけん。いらんわ、あんな。いらん。YouTube の人見てますか、送ってこなくていいですよ、通知。大丈夫です。盾なんかいらないです。